long, long time ago, about 1500 years ago, there used to be a country named Mimana in Japanese and Imna in Korean, in Korean Peninsula, though Koreans never admit its existence, whose location expanse are under the most disputed issues in East Asian historiography. およそ1500年前、朝鮮半島に伊那という国がありました。現在の今もその地方には日本の前方後円墳がたくさん残っています。またその地方では日本語が使われていたと言われています。朝鮮半島の人たちはその事実を決して認めようとはせず、東アジアでは今でも論争の的になっています。その伊那という国は日本ではミマナという漢字で表記し、どういうわけかミマナと呼んでいます。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から説明します。朝鮮半島です。その朝鮮半島の南西部に遠い遠い昔、今から1500年ほど前にエンナという国がありました。M は喉を詰まらせますので、実際にはイナと呼ばれる国がありました。左下にそのイナの国を示しました。イナと読みます。そしてイナと読みながら漢字を日本語で言うミマナと当て字をしました。それで現在の今でもですね、朝鮮語でミマナという漢字をイナと読みます。ここが重要なポイントですから、もう一度繰り返します。朝鮮半島の南西部にイナという国がありました。日本語ではミマナと書きますが、現在の今でもイナと朝鮮語では読みます。つまりイナの国の当て字は日本語ではミマナと書きます。そしてそれを日本ではミマナと呼んでいます。だいたい左の漢字をミマナと読むこと自体が間違っているということになります。正しくは朝鮮語に合わせてイナと読むべきではないのでしょうか。それをなぜあえて日本の考古学者の先生たちはミマナと呼んでいるのでしょうか。大きな大きな疑問符がつきます。そしてこの日本にはイナの国というのがありました。富士山の北部、甲府盆地から諏訪湖、そして西へ流れて稲盆地一帯をですね、私は遠い昔、イナの国と呼んでいたと仮説を立てています。一説によれば、この辺りには20万人の人口を抱えていたと言います。つまり、日本の中にあって一大巨大都市であったということになります。それが黄色い丸で示した伊那の国ということになります。伊那の伊那です。現在、当て字の漢字では右のように伊那と表記します。あくまでも当て字です。そこで伊那の国の伊那をですね、その下の赤い字で書いたところで何らおかしくありません。ただしこの伊那は日本語の当て字です。中国語では全く別の読み方をします。そしてその伊那の音はですね、朝鮮半島の伊那の国へとつながっていきます。つまり私林博は朝鮮半島の
伊那の国は日本の伊那の国と深いつながりがあるのではないかと考えています。その証拠の一つが鹿の島で見つかった金印ということになります。その金印には日本語の当て字でいいなと書いてあります。いいなです。左下にそれを示しておきました。何か関係があるのでしょうか、ないのでしょうか、それともただ単なる偶然の一致なのでしょうか、あるいはただ単なる偶然の一致と片付けてしまって良いものなのでしょうか。続く動画の中でそれを詳しく説明します。To begin with, first of all, ladies and gentlemen, please have a listen to and compare the sound of each Japanese word with Korean and Chinese language carefully. Thank you. Mimana, Mimana. Inna.임나임나임나미마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 나이나이나이네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 이나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 미마나미마나임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 나もう一度最初からお聞きいただきます。日本語のみまなは朝鮮語では次のようになります。임나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 미마나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 이네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 이나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 임나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 ケンブリッジアヤさんという方からこんな書き込みがありました。そもそもミマナって日本で誰が言い始めミマナと呼ぶことになったのでしょうか。中国語でも朝鮮語でもインナと呼び表記もしているのにどうしてイナが
ミマナになったのでしょうかということなんですね。つまりケンブリッジ・アヤさんがおっしゃりたいことはですね、イナの国をですね、当て字でミマナと書いた。そしてそのミマナという漢字を日本人がミマナと呼ぶようになったのではないかということなんですよね。朝鮮半島にあったミマナという国は朝鮮半島ではイナと呼ばれていました。そのイナの当て字がミマナと現在読んでいる、私たちが読んでいる当て字ということになりますが、この事実は朝鮮半島の皆さんにとっては大変都合が悪いということになります。つまり朝鮮半島にやってきた日本王国の国名がイナとなっているからです。その中国語ではイナと書いてイナとなります。でさらに当て字の当て字としてイナとも書けるということになります。ただし日本語で発音すればイナとなりますが、中国語で発音するとウェイヌーとなります。がここで重要なことを忘れてはいけません。日本の甲府盆地周辺を稲盆地と言います。つまりあの辺りを稲の国と呼んでいたということになります。その稲が朝鮮半島へ渡って稲になったと考えられるわけです。現在私たちが使っている稲、稲は当て字ですから微妙に漢字が違いますが、稲盆地の稲も朝鮮半島のミマナも稲であったということです。ここが重要ですから繰り返します。稲盆地の稲も中国語では稲と発音します。そしてミマナの国は朝鮮半島では稲と呼ばれていました。そこで登場するのが福岡県鹿の島で発見されたと言われている金印です。その金印には日本語式の読み方でイーナと書いてあります。中央縦書きの部分です。イーナと書いてあります。あくまでも日本語式の発音、つまり当て字式の発音ということになります。中国語ではイーナとは読みません。ウェイヌーと読みます。つまり発音が全く違うということです。となるとこのイナという漢字は誰が書いたかということになります。で念のために漢字を検証してみます。印象ですから左右反転しています。で左右反転して文字を読んでみます。で女という文字が使ってあります。で共通していますのでイナで良いと思われますが、一応ここではクエスチョンマークをつけておくことにします。日本の考古学の先生たちはイナのイは和、人偏のある和の源氏であるというような説明をなさっておられますけれども、もともと簡単な漢字ですからわざわざ源氏にする必要はないということになります。でもう一度話をまとめてみます。つまり結論ということになります。日本と朝鮮半島です。その日本には縄文時代から稲の国というのがありました。稲盆地の稲です。稲、その王朝が朝鮮半島に渡って日本語でいう稲の国を作ったということになります。その稲の当て字がその下の
ミマナということになります。で、どうしてミマナになったかというのは、あるいはどうしてイナをミマナと読むようになったかについては、大きな大きな疑問と謎が残ります。で、それをケンブリッジ綾さんが指摘なさったということになります。そしてイナですね。そして人の下もイナと書きますけれども、発音はウェイナです。そしてミマナはレンナとなります。まあ、全く違う音だということですね。そして金印にはウェイヌーと書いてあります。なぜか、なぜかということになるわけです。というのもですね、イナがウェイヌーに変化したということになるからです。中国でもイナはイナであったはずです。ところが漢字で書くとウェイヌーとなります。上下を比較してみてください。この謎を解くには、この2つの漢字は共に当て字であるということです。日本語で読めば上もイナ、下もイナとなります。つまりウェイヌーと書いてある漢字は、つまりはイナの当て字ということになるのではないでしょうか。つまりこの金印は日本人によって作られた金印ということになるということです。朝鮮半島の私たちがミマナと呼ぶイナの国に住んでいた日本人が当て字を使って下のイナと書いたというわけですが、中国語で読むとウェイヌーと似ても似つかぬ発音になります。というのも、その金印が見つかった場所を最後に皆さんご確認ください。朝鮮半島にあったイナの国です。当て字でミマナと書き、ミマナと読みます。そして鹿の島です。目と鼻の先というのはこういうことを言うのではないでしょうか。鹿の島で金印が見つかっています。そして朝鮮半島のインナ、イナの国はですね、甲府のイナの国とつながっています。その甲府のイナという漢字は、朝鮮語で読んでも中国語で読んでもイナ、イナです。金印に書かれていたイナの国というのは、甲府盆地周辺にあったイナの国、つまり縄文王国ということになります。最後にもう一度発音を確認しておいてください。 Bye for now。 上からイナは中国語でもイナです。で、漢字を変えますとウェイナーとなります。ウェイナーです。ミマナと読んでいる漢字はレンナとなります。そして金印に書かれているイナという漢字はウェイヌーとなります。つまり当て字ということになります。で、さらにさらに簡単に言えば、朝鮮半島にあったミマナという国はイナの国であったということになります。そのイナの国が金印の中に当て字として書かれていたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。イムナ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 ミマナ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 イネイネイネ
いいね。いいな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 。Wikipedia English writes as follows. The king of Na gold seal is a solid gold seal discovered in the year 784 on Shikanoshima Island in Fukuoka Prefecture, Japan. The seal is designated as a national treasure of Japan.The seal is believed to have been cast in China and bestowed by Emperor Guangwu of Han upon a diplomatic official envoy visiting from Japan in the year 57 CE. The five Chinese characters appearing under the seal identify it as the seal of the King of the Na State of the Wa.or Japan, a vassal state of the Han Dynasty. The seal is currently in the collection of the Fukuoka City Museum in Fukuoka, Japan. I, Hiroshi Hayashi, claim here in this video that the Na State of Wa, or Japan, is Ina no Kuni, as can be read literally in the seal, since there isNo other way to read it but Ina, and there was no identical state in the history, a state whose name was Na. And Ina no Kuni is a state in Ina Basin where Inanna, the Sumerian deity, was born and raised up.最初にお断りしておきますが、視聴者の一人の方からこんな指摘がありました。上から3番目のイナについて、中国語の読み方ではイナにはならない、ウェイナになるというのです。つまり私の説には、穴、つまり血管があるというのです。そこで中国式の発音を聞き比べていただきます。おおおおウェイウェイウェイ
毁纳毁纳毁纳波纳波纳波纳毁纳イナ毁纳イナ毁纳イナ要するにですね、要点を簡単に言えばですね、鹿の島で発見されたこの金印の文字をどう読むかということです。で、文字通り読めばイナの国王となるわけです。ところが現代の中国語ではイナとは読まないというのです。ウェイナというわけですね。で、現在の日本の考古学では人弁を補って、わざわざですよ、漢の和の名の国王と呼んでいます。どちらが正しいかということなんですけども、もう一度発音をお聞きください。そして皆さんの耳でどうかご判断ください。イナの国王なのか、それとも和の名の国王なのかということです。波波波毁毁毁毁纳毁纳毁纳波纳波纳波纳毁纳伊纳毁纳伊纳毁纳伊纳現在の福岡県鹿の島から1784年一つの金印が見つかりました。現在日本の国宝です。で、その金印には、イナーの国と刻印されていました。イナーの国です。それ以外の読み方はありません。が、この日本では大変おかしなことに、そうした事実をねじ曲げて、和の名の国と呼んでいます。な、つまり日本のなという地方国家のことであるとです。そして恥ずかしげもなく、中国の漢に忠誠を誓った和国、つまり日本に与えられた金印であると、つまり57年にはすでに縄文時代の日本は中国の属国であったというわけです。が、ななる地方は存在しませんでした。少なくとも中国へ渡り金印を授かるほどの国、なは存在しませんでした。あれこれ議論されているようですが、そうした不毛な議論には意味がありません。金印に書いてあるイナーの国というのはイナーの国なのです。現在の長野県から山梨県に至る伊那地方のイナーの国なのです。その証拠の一つが、長野県茅野市で見つかった縄文ヴィーナスなる土偶です。つまり私、林博士が、イナンナ・イシュタールと判断した縄文ヴィーナスです。その事実を、この動画を通して、皆さんに証拠を添えて証明します。博士林、浜松シティ、ジャパン。
まず皆さんを現在の福岡県鹿の島に案内します。この鹿の島で金印が発見されました。そしてその研究結果によりですね、日本という国は縄文時代の57年にすでに中国の属国であったというわけです。が本当にそうでしょうか。これがその鹿の島で発見された金印です。で、その金印のまず表面を見ていただきたいんですけども、これは似ているというだけですけどもね、右が山梨県甲府で見つかっている道具です。まあ、表現の仕方が似ているということで取り上げてみました。そしてこの金印はですね、上から見ると、まあ、奇妙な顔に見えます。まあ、表現の仕方に注意してください。で、これは、まあ、ヘビということになっていますけども、私は、まあ、トカゲではないかと思います。が、それは、この動画の中では、重要なポイントではありません。ともかく、もうここに奇妙な顔のようなものが見えるということです。まあ、そのようにも見えるかもしれないということですけども、右はスウェーデンのゴットランドで見つかったブローチです。UFO の内部であると、私、林博士は判断しました。その中に、二人の、まあ、ET が彫り込まれています。これがその顔です。上から見たところです。その顔と、どこか似ているのではないかと思います。これも似ているかもしれないというレベルの話ということになります。これも今日のポイントではありません。まあ、似ているな、というふうに思っていただければ、それで結構です。で、まあ、そういったところからですね、この金印にはもっと奥深い謎が隠されているのではないかと、私、林博士は判断しました。で、この金印をもう一度見ていただきたいんですけど、もう一人似てる人がいるんですね。これがシュメルで発見されたイナンナ・イシュタール像です。シュメルではイナンナと呼ばれていました。この顔と比較してみてください。どこか似ているっていう感じがしますね。まあ似ているかなというレベルの話かもしれません。で、このシュメルで発見されたイナンナ・イシュタール像ですけども、左の下にそれがあります。もう一度この像を見てください。この像の、まあ、額のところにですね、奇妙な渦巻きが描かれています。これは、現地の考古学者の先生たちによってですね、シュメールの女神イナンナであると断定されています。この額のところに渦巻き模様があります。この渦巻き模様に注意してください。これと同じものが、先ほど言いました、イナの里にあるわけですね。で、右が、小東、茅野市の小東で見つかった、縄文ヴィーナスですけども、同じ模様が描かれています。渦巻きです。なあち、イナンナ・イシュタールのシンボルマークです。比較してみてください。すなあち、左がイナンナ・イシュタールであるから、まあ、右もイナンナ・イシュタールということになります。まあ、こうした証拠を、まあ、いくつか積み重ねて、縄文、ヴィーナスイコールイナナ説を私は取り上げました。右は甲府で見つかっていますブーツですね。そのブーツにもやはり同じような、まあ、渦巻きが描かれています。こうして繋がっていくわけです。まあ、つまり、左がイナンナ・イシュタールですから、中央もイナンナ・イシュタールということになります。そして右はイナンナ・イシュタールの、まあ、所有アイテムということになります。縄文ヴィーナスなる縄文イナンナです。この縄文イナンナはその地方の縄文土偶とつながっていきます。縄文土偶です。目の上がですね、ちょうどカモメが飛んでるかのようにポコンポコンとなっている点に注意してください。そして右下がイナンナ・イシュタールです。エジプトではマリと呼ばれていました。そして左が以前はですね、リリトと言われていましたけども、リリトではなくて、イナンナ・イシュタールです。そして、右のアーティファクトも、ペルシア周辺で見つかっています。イナンナ・イシュタールです。縄文、イナンナとコンセプトが同じである点に注意してください。異様に太い腰ですね。縄文、
イナンナの方は歩行補助装置をつけています。そして極めつけはこのアーティファクトです。で、このアーティファクトも、そして縄文イナンナもマスク、仮面をかぶっています。その仮面を除いて比較してみてください。全く同じであるということですね。なあち、みんなイナンナイシュタールですから、左もイナンナイシュタールということになります。まあ、注意深くご覧ください。そしてこれが決定的な証拠ということになります。補足しておきます。日本の神々はですね、総じて皆歩行補助装置を身につけていました。この地上ではですね、その歩行補助装置なくしては歩くことができなかったからです。遮光器土偶もその歩行補助装置を身につけていました。まあ、ハイヒール型、そして右のローヒール型ということになるわけです。そして、縄文イナンナもやはり歩行補助装置を身につけていました。こうして比べていただくとわかりますように、皆同じ歩行補助装置をつけていたということになります。みんな、やはり長野県茅野市で見つかっている、縄文の女神です。で、くっつけてみますと全く同じなんですね。で、左二つがハイヒール型、そして右がローヒール型ということになります。そして、ローヒール型イコール、遮光器道具の足ということになります。つまり、同じ歩行補助装置をつけていたということになります。バビロニアのイナンナ・イシュタールと、日本の縄文イナンナの足の太さが違うのはそのためです。繰り返しになりますが、重要なポイントですから確認してください。縄文イナンナです。みんなバビロニア周辺で見つかっているイナンナ・イシュタール像です。頭の上の、まあ、ヘルメットのコンセプトが同じ。それから目の上がカモメ、目になっている点に注意してください。イナンナ・イシュタールですね。そしてこの部分は、まあ、仮面であるということです。その証拠がですね、まあ、これがウルクにもこれと同じ像がありますけども、イナンナ・イシュタールですけども、その模式図が発見されています。右がその模式図なんですけども、この頭の後ろに、いわゆるヘルメットを留めるですね、バンドがある点に注意してください。すなわち、これは仮面であるということですね。お面だということです。ですから、縄文イナンナの、まあ、顔もですね、よく見ると、中に鋭角に彫り込んであるのがわかります。つまり仮面だということですね。まあ、つまり古代の女神たちは、このような仮面をかぶっていたということです。ですから顔だけは違うわけですね。で、金印に話を戻します。で、この金印にはですね、イナの国と書いてあります。中国人の方に確かめましたけども、イナ以外に読み方はないそうです。その金印には、カンのイ、イですよ、これ。どう読んでもイですよ。ナです。イナです。国です。王ですね。イナの国王と書いてあります。で、これをですね、カンからイナの国王へと読むから話がおかしくなるわけです。逆ではないでしょうか。カンへイナの国王よりとも読めるわけです。で、皆さんをイナの国へ案内します。まさに縄文銀座があった甲府、その周辺ということになります。縄文、イナンナは、この小東というところで発見されました。イナ地方です。縄文、イナンナです。つまりここが日本の本拠地であったということになります。57年頃には、日本の本拠地であったということになります。続く動画の中で、それを詳しく説明します。Bye for now.
Long, long time ago, here in Japan, there used to be a country called Inanokuni. Today's story is about the mystery of Inanokuni. 江戸時代、天明年間、1784年、現在の福岡市東区志賀島で一個の金印が発見されました。後に金印と呼ばれる純金製の王印です。現在その金印は1931年に国宝保存法に基づく国宝に指定され、さらに1954年文化財保護法に基づく国宝に指定されています。で、その金印には、漢の和の名の国王印と刻印されています。ここが重要です。漢の和の名の国王印です。中学生や高校生が使う教科書にもそのように書いてあります。意味は、高位の印であることから、この金印は、和の名の国王、すなわち、和国王に与えられたものであるというのが一般説のようです。が、金印に刻印されている漢字をそのまま読めば、漢、稲の国王ということになります。稲の国王です。どう読んでも、和の名の国王とは読めません。漢字そのものが違います。が、これについて、日本の考古学者の先生たちは、イ、つまり委員会のイは、和、つまり和国の和の略字、もしくは、源氏であると説明しています。源氏？源氏という言葉があることさえ、私は知りませんでした。ヘル字と書きます。それはともかくも、和という漢字は、源氏にしなければならないほど、複雑な漢字ではありません。ただの人偏です。つまり、和という字を簡略したのが、イであると。が、本当にそうでしょうか？どうして、イナと素直にそのまま読まないのでしょうか？あるいは、イナと読んだら何かまずいことでもあるというのでしょうか？さらにどうして、和と読むことにそうまでこだわるのでしょうか？仮に100歩譲って、和と読むとしても、その次のナはどうなのでしょうか？和の、なのと。和国のことであるなら、なという文字は必要なかったはずです。私、林博士の説とは全く違います。金印に書かれている文字は、そのまま、稲の国、つまり、稲那の稲の国と読みます。そうです。稲那の稲の国です。金印には、稲の国と書かれていたのです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。遠い遠い昔、この日本には神々の統治する稲の国があったのです。もちろんその国王は稲那でした。繰り返します。金印には和の名の国王ではなく、稲国王と記されていたのです。広島市浜松市ジャパン。では画面を見ながら説明します。右側が山梨県、左側が長野県ということになります。右下に見える盆地って言いますかね、平野が甲府盆地です。そして左側が伊那盆地ということになります。そしてその西に恵那山があります。縄文伊那那です。左右の像は、土偶はバビロニア周辺で見つかっている土偶です。コンセプトが同じです。そして右のようなアーティファクトも見つかっています。この両者は全く同じです。またこの両者は仮面、マスクをかぶっています。その証拠も後でお見せいたします。これが金印です。福岡市東区の志賀島で見つかった金印です。で、この金印についてですね、先ほども言いましたように、学説によれば、漢の和の名の国王と読むのだそうです。しかし、二番目の漢字、意という字は逆立ちしても和とは読めないんです。無理に和と読んでるわけですね。こういうのをこじつけと言います。すなわち、人弁を、省略したというわけです。そして、漢の和の名の国王と読むというわけです。ところが、意は二声ですよね。意って読むんですね。ぬーって。うーは一声ですから、うーと読むんですね。
韓イナ国王と素直に呼べば誰だってそう読めるわけです。で、もう一つ、この、イナ、黄色い丸で囲んだイナ、まあ、イナ地方って言って良いんでしょうかね。まあ、イナンナのイナということになります。このあたりからは、こうした土偶が多数見つかっています。そしてその作り方のコンセプトは、皆同じです。すなわち、縄文人たちは、女神の像を作ったわけですね。現地では、隣のお姉ちゃんやおばちゃんの顔を作ったと説明しています。とんでもない。女神の像を作っていたのです。ですから皆コンセプトが同じですね。目が吊り上がって、カモメ目をしています。そしてこれがシュメールで見つかった女神、イナンナ像です。このイナンナ像の頭部を見てください。渦巻き模様があります。イナンナのシンボルマークです。同じマークが縄文イナンナの側頭部にも描かれています。なあち、イナンナ、なあち、女神であるってことをこのような形で示しています。こうした渦巻き模様は、その都度ポイント的に使われています。こうして、シュメールと、いわゆる、山梨県、長野県とは深く結びついているということですね。さらに、縄文イナンナについて説明します。左右にお見せしているのが、やはり、バビロニア、メソポタミア、周辺で見つかっている土偶です。イシュタール。シュメールではイナンナですけども、バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれていました。ですから、イナンナ、イシュタールというふうに記されていることが多いです。そして、この、なんて言いますか、独特なボディラインですね、が、一致します。まあ、左右にあるのは、これは、インダスバリー周辺で見つかっているテラコッタ、すなわち、まあ、セラミックですね。土偶です。比べてみてください。まあ同じだというふうに見ますね。足だけは違うのは、縄文イナンナは歩行補助装置を身につけています。これが縄文イナンナです。右がバビロニアで見つかっているアーティファクトです。ヘルメットの作り方が同じであることに注意してください。すなわち、縄文イナンナはイナンナ自身であるということになります。となりますと皆さんは顔が違うではないかとおっしゃるかもしれません。これはイシュタール像です。イナンナ、イシュタール像です。これはオーバーオールヘルメットです。そのヘルメットの顔の部分だけのアーティファクトも見つかっています。ほっぺたの作り方、細部に至るまで同じなんですね。鼻が潰れているところもまで同じというのは大変興味深いです。そして目の中を見ていただきたいんですけども、目の中に目があります。なあち、これはマスクであることを示します。オーバーロールヘルメットです。まあ、このような独特な目をしていました。なあち、イナンナ・イシュタールはこのようなマスクをかぶっていたということですね。そしてその証拠がこの図の中に示されていました。これはアタゴさんという方が見つけられたことです。頭の後ろにマスクバンドがあるのがわかります。これは同じく長野県の茅野市の小東で見つかった仮面の女神のコンセプトと同じです。仮面の女神も頭の後ろに紐をつけています。これが仮面の女神です。三角頭です。そして頭が横から見ると長いのに皆さんもお気づきになると思います。右がシュメールのイナンナ像です。同じような頭の形をしているところに注意してください。なあち、左の縄文の女神は仮面をかぶったイナンナ像ということになります。いわゆるまあ、つり上がった目、
というコンセプトも同じですね。なあち左の仮面は遮光、まあ、仮面ということになります。まあ、光を遮るわけですね。まあ、どういうわけだか、古代の神々は光に弱かったようです。中央下が、これが法隆寺に残っています侍像です。これら皆同じ、まあ、共通点を持った神々であるということになります。左下は、これはセルビアのヴィンガで見つかった土偶です。シュメールのイナンナ像です。右が、縄文、女神の女神ですね。仮面の女神ですね。長野、ジャパンです。まあ、比べていただくとわかりますように、まあ、同じと見て良いんで、良いのではないでしょうか。注意深くご覧ください。まあ、遮光器ということになりますね。そして、今言いましたように、左が、ヴィンカ、セルビアのヴィンカで見つかった土偶です。こんな、なんて言いますか、穴が開いている点まで同じ。そして逆三角形だということですね。足の太さが違うではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、別のところで証明しましたが、右の仮面の女神は歩行補助装置をつけています。青森県で見つかっている遮光器土偶もやはり同じコンセプトで作られています。特に注意していただきたいのはこのへその作り方です。酷似しています。まあ、おへそにこだわったわけですね。理由は今のところわかりません。さらに事実が続きます。ウルク、いわゆるギルガメッシュ物語の舞台となったウルクですけども、そこの一角にはこのような、まあ、レリーフが残っています。イナンナ・イン・ウルクということになります。イシュタールですね。このウルクには、ウルクはイシュタールの、まあ、本拠地ということになります。で、このようなレリーフが彫り込んであります。右がイシュタール像です。壺を抱えています。つまり、ウルクはイシュタールと大変関係の深いと言いますか。イシュタールの本拠地がウルクということになります。このイシュタール。いやまあ、エジプトではマリですね。それからヘブライ語ではマリアとなります。その一角にエアナという地域があります。ウルクの一角にエアナという地域がありますが、そのエアナはこのウルクの町から離れ、そして城壁に囲まれていました。エアナ、つまりイナンナの居住区です。エアナ、エアナ、もうわかりですね。音だけを聞きましても、エナ山のエアナ、エナに通じます。すなわち、イナンナ。そしてイナとつながり、エアナ。エナ山とつながるわけです。結論です。かつて、山梨県と長野県にまたがって、イナンナのイナ国がありました。それで、漢のイナ国王と書かれたわけです。が、考古学者の先生たちは、人弁を現地したと。そして、漢の和の名の国王と読むのが正しいと。そのようにこじつけていらっしゃいます。いかがですか？中央が縄文ヴィーナスです。左がイシュタール像です。右もイシュタール像です。左下はイナンナ像ですね。それから右がシュメールのイナンナ像です。中央が仮面の女神です。そして、セルビアの文化で同じ像が見つかっています。このように、日本の土偶、すなわち、イナンナは
世界とつながっている、いたということになります。ですから、イナの国があったところで、不思議ではないということですね。全く不思議ではないということです。イナの国、イナンナの、イナの国ということになります。これが私の金印の文字の読み方です。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. A mystery of a ghost seal, masochism of Japanese archaeology. Today's story is about a very mysterious seal found in Shigajima off Kyushu Island by a farmer living in the island. About most probably in 1784, approximately 230 years ago, it was found. Since then, dispute after dispute about the mystery of the ghost seal, who and when gave the seal to whom. It has got five Chinese characters which indicate Han, the name of the Chinese Empire, which lasted around from 200 BC to 200 AD. Other four Chinese characters means Ina King in sound or King of Ina. But no one knows what Ina means and where it was. Then dispute after dispute or dispute for dispute which appear to be rather meaningless.But the one aspect of this dispute is clear. That is to say that all the controversial archaeologists pay no attention to the fact that once the goddess named Inanna lived here in Japan. Inanna from Ina Basin, Nagano, Japan now, or vice versa. It is a very sad thing to say that Japanese archaeologists thinkthat all or the most of the cultures and civilizations in Japan came from the Asian continent through or via the Korean Peninsula, about which I say here, masochism archaeology in Japan. Why not from Japan to China? Because once, long time ago in Jomon period of Japan, Inanna,or the goddess of Shumel lived here in Japan, and the goddess became the goddess of the whole world, especially in Babylonia, Persia. She lived here with her grandfathers Enlil and Enki. I will prove it to be so in this video clip in the following video clip together, with concrete evidence and with which you can know I amcorrect in this video clip. What is the gold seal? Who gave it to whom? This is the video about the mystery with my answer. Okay, let's be back again to the mystery. Did all the cultures and civilizations come from mainland China? Is it correct? Or am I a nationalist? Nope. Please don't forget thatJomon period was much longer, which started over 20,000 years ago. Then why not, as I told you, from Japan to China? Whenever I claim so, even the Japanese people will say to me, don't be stupid or you may be out of mind. Am I? When you watch the following video clip about Inanna in Japan, I'm sure...You may think I am correct, together with the fact that Japan land is the land for gods or used to be the homeland of all gods of the world. Then you will know the answer about the mystery of who and when gave the seed to whom. Or you may get lost in the labyrinth of mysteries as ever. Why not you change your common sense and see the world?As well as Japan from different points of view.
Just take a look and compare with Jomon Venus, a cliff here found in Nagano, Japan, with Ishtar in Babylonia. But remember that this is only a part of hundreds of facts I have found in the past, and I can show you more in the future. The important thing is to weave a unified theory out of this fact for the better understanding of our future.Jomon people are our ancestors. And you see Jomon Venus here in Nagano Prefecture, Japan. Also, Inna Basin is here where Inanna was born and raised up. And this is Jomon Venus on your left side, and on your right side you see Ishtar in Babylonia. They got the same helmet, same breast, andSame shape of body. Is it just a coincidence? So, it's up to you how you think, or whether you think it is just a coincidence or not. But this similarity gives us the fact that Jomon Venus is Ishtar or Inanna in Sumer in Babylonia. Please enjoy the following video.Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. From Kofu to the world, this is Jomon civilization. I say here that the Jomon civilization is the first civilization that fostered the whole civilizations of the world following. Jomon civilization, Jomon Bume.縄文文明は世界第一の文明である。世界の文明を育てた文明である。ってことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに思う人は多いかと思います。あるいは、林浩司の頭おかしいと思う人は多いかと思います。あるいは、こういうことを言いますと、真っ先にそれを否定してくるのが日本人だというのはとても悲しいことですね。今皆さんにご覧いただいているのは、まあ、縄文文明がどのようにして世界に広がっていたかということを示すものです。中央に縄文文明があります。まあ、世界の文明は縄文文明を中心として有機的につながっているということです。有機的にというのはですね、まあ、互いに共通点を持ちながらつながって、あるいは関連性を持ちながらつながっているという意味です。で、皆さんに仮面の女王を紹介します。その前に、これはセルビアのヴィンカ遺跡で発掘された、まあ、土偶像ですね。で、まずそれを皆さんにご覧いただいてますけども、この女神といいますか、女性はですね、椅子に座っています。そこに注意してください。この像もそうですね。椅子に座っています。三本足じゃないんですよ。三本足に見えるかもしれませんけども、椅子に座っています。で、中央で足が二つ揃っています。そういう像なんですね。で、頭が三角。まあ、脇の下が大きく開いているところに注意してください。まあ、人間は座ってもこのように脇の下に大きく穴が開くことはありませんね。まあ、右がその長野県の茅野市で見つかった、仮面の女王です。まあ、一見してお分かりのように、これらの像は大変よく似ています。と同時に肩がですね、異様に広くてカクンカクンと曲がっています。ここに注意していただきたいのは、角のところに穴が開いているという点です。よく見ますと、口のところにも同じところに同じような穴が開いています。で、肩のところにも穴が開いてるんですけども、仮面の女王の方はくるくるっと、まあ、丸くなっています。そしてこのお腹ですね、やや全体に盛り上がって、そしてポコンと出てる、まあ、おへそですね。もよく似てるっていうことです。まあ、脇の下に穴が開くっていうのはですね、人間は開きませんので、皆さんご自身でご確認ください。で、ついでですけども、メソポタミアでこんな像が、まあ、発掘されました。この女性の場合はですね、手を見ていただきたいんです。手がスーッと伸びて、ツタのように細くなってますね。で、なぜ私はこの像に注目したかというとですね、これと同じものがですね、長野県の井戸尻の考古館に飾ってあるからです。左は土器ということになってますけども、これは土器じゃありませんね。
道具です。頭は別のところにあります。そして手がくるくるっと曲がってますね。これで、この時の謎が解けました。これは余談です。で、話を戻しますけども、シュメールのイナンナです。シュメールではイナンナ、バビロニアではイシュタールと名を変えます。これがイナンナ像です。まあ、見るからにレプタリアンという様相の顔ですね。で、同じ像が実は奈良県の法隆寺にあります。この法隆寺の像と、シュメールのイナンナ像と見比べてみてください。まあ、大変よく似てることに皆さんもお気づきになると思います。というか同じなんですね。下がシュメールのイナンナ像です。右が法隆寺の像で、左がシュメールのイナンナ像です。この三者は、まあ、よく似てるというよりも同じですね。簡単に比較してみますと、目が、まあ、長くて大きいっていう点ですね。それから、吊り上がっている。側面についているっていうところです。口が大きく裂けています。そして鼻の穴も二つ離れてあります。コアラの像は同じですね。そして特に首が太くて、首のカーブに注意してください。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。で、次に、縄文ヴィーナスです。これが縄文ヴィーナスです。同じく長野県の茅野市で発掘されています。で、右の方が、バビロニアのイシュタールです。こうした像が、まあ、いくつか見つかっているわけですけども、バビロニアのイシュタール、すなわち、女神中の女神ということになります。この両者を比べてみますと、両者とも頭にヘルメットのようなものを被っています。まさにヘルメットですね。ヘッドヘルメットって言いますけども、そして胸のコンセプト、同じですね。それから、上半身が、大きく、まあ、膨らんでいると言いますか、太っているところ。そして下半身も、大きく、太っていると言いますか、大きいところですね。そんなところに注意してください。そして、頭も比較してみますと、この両者は、仮面、すなわちヘルメットを被っているのがわかります。ハート型の、ヘルメットですね。そして、目が吊り上がっています。というような共通点、共通性を持っているってことなんですね。これを私は、つながりと言っています。で、パナマの、バレルス、シチオバレルっていうところでこんな像が見つかりました。これは、アタゴさんが、教えてくださいました。で、検証したのは、続くビデオの中で紹介しますので、動画をご覧ください。で、この、シチオバレリスの像も、やはり三角頭をしています。が、さらに、細かい点を見ていきますと、鼻の先はですね、スーッとこう、犬の鼻のように長く伸びて、繋がっているのがわかります。そして、この目が大きい、丸くて大きい目が、側面についています。この鼻ですね。で、今度は正面で見てくださいね。同じような鼻だということに、鼻と言いますかね、顔が、だということに皆さん、で、目が側面についているということなんです。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。これがですね、仮面の像と、まあ同じというふうに見ていいんじゃないでしょうか。三角頭です。そして、まあ、それだけじゃないんですね。肩幅もやはりカクンカクンと曲がっています。人間は脇の下にはこのような空間はできません。V 字型の顔です。V 字型の顔、大変似てるというかまあ、私は同じと見ます。そして脇の下が大きく開いています。中央は黒く見えますけども、元々の写真がそういう写真だったんですね。それをくり抜いてこうなったわけです。で、これが、先ほど見せましたイナンナ像です。やはり V字型の顔をしてますね。皆、そのイシュタールイナンナは同じ顔だということです。日本、それからシュメール、バビロニア、みんな同じだということですね。で、仮面の女王の方も横から見ますと、やはり頭は後ろぐーっと出ているのがわかります。仮面の女王は正確に、まあ、イナンナ像を模しているってことになります。中央が敏感で発掘された像です。やはり同じような顔ですね。斜めから見た像ところです。V 字型の顔、V 字型の顔、V 字型の顔ということになります。
これは偶然の一致なんでしょうか、それともそうではないのでしょうか。そして脇の下が空いています。これは偶然なんでしょうか、それとも偶然の一致とは言えない、私は言えないと思いますけどもね。そして一番目が青森県の三内丸山遺跡で見つかった像です。やはり三角頭です。まあ、こんなところに共通性、共通点があるということですね。こういうふうに有機的につながっているということです。で、こんな埴輪を私は見つけました。赤ちゃんを抱いている埴輪です。今度はこの埴輪を見てください。右が、バリレスで見つかった、像ですね。やはり赤ちゃんを抱いています。この脇の下も空いてますね。そして、この赤ちゃんを拡大してみます。こうなります。そして90度左に回してみます。大変よく似てることに皆さんもお気づきになると思いますし、足がおかしいですね。これは人間の足ではありません。すなわち、この埴輪の神は人間ではないということを、この埴輪は示しています。つまり、顔は人間の顔ですけども、お面をかぶってるんですね。ですから、まあ、目がくり抜いてあるわけです。こうして、まあ、並べてみますと、日本の埴輪と、パナマのバリレスの像が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これから、これがインダスバリで見つかった像ですけども、やはり赤ちゃんを抱いています。そして肩幅がカクンカクン、肩がですね、カクンカクンと折れ曲がって、脇の下に大きな空間ができています。人間と比べて一本余計に関節が多いんじゃないかと思っています。そして共にヘルメットをかぶっています。マスクをかぶってるんですね。で、縄文文明についてまとめています。中央が三角頭の仮面の女王ですね。そして、この仮面の女王を中心につなげてみますと、これがヴィンカの像、そして、パナマの像とつながっていきます。で、今度は、その、ヴィンカの像が3体このように並びます。あ、一番下はブルガリアの像です。ブルガリアでも発見されてるんですよ、皆さん。同じコンセプトですね。そして、下へ来てインダスの像、それからシュメールの像へとつながっていきます。それで今度は、仮面の女王から青森県の三内丸山遺跡、それからヴィンカの像と繋がっていきます。そしてシュメールのイナンナ、それから交流寺の像、そしてヴィンカの像へと、あ、ごめんなさい、パナマの像と繋がっていきます。そして下の像が、ブルガリアの像から、これが、イナンナですね、いや、シュタールですね、シュタールと、それから、縄文のヴィーナスと繋がっていきます。このように、仮面の女王を中心として、それぞれの像がですね、有機的に、いわゆるその関連性を持って繋がっているということです。すなわち、縄文文明というのは、世界の文明に先駆けた、世界の第一の文明であるという理由はここにあります。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますので、もう一つ事実をお知らせいたします。まあ、こうして今皆さんに像、こうした表を見ていただきましたけども、ここに、ヴィンカ、ヴィンカ、ヴィンカという文字が出てくることに注意してください。ヴィンカというのが何やら重要な意味を持っているように思われます。ヴィンカ遺跡がですね、日本の縄文文明と深くつながっているように思います。ヴィンカというのはセルビアの、ここにあります。現在のセルビアです。セルビア遺跡です。この辺りはヴィンカっていうわけですね。まあ、ギリシャの上の方、北の方だというふうに思っていただければ間違いありません。そこでこのような像が見つかっているわけです。三本足じゃなくて真ん中で2本の足が束ねられています。このヴィンカではたくさんの博物があります。まあ、それを紹介したのがこの、まあ、公式の、まあ、ホームページです。まあ、ちょっとそれを紹介させていただきますけども、こうした像がこのヴィンカ遺跡から発掘されているということなんですね。で、このヴィンカで見つかったこの女性像ですけども、この椅子に座った女性像と、それから先ほどお見せしました仮面の女王と比較しています。まあ、先ほど簡単に照合しましたけども、もう一度見ていただきますと、この耳のところに穴が開いているところに注意してください。
それから口のところにも穴が開いてますね。同じところに同じような穴が開いているということです。そして肩のところは、まあ、輪郭の方は穴が開いてますけども、そして脇の下には大きな空洞ができています。人間は繰り返しますけど、こんな空洞はできません。そしてこのおへそを見ていただきたいんですね。同じです。そして三角頭です。そして頭の後ろにポコンと出ている点も同じです。ただ、輪郭の方は横、側面図が手に入りませんでした。そしてこの口を見てください。同じですね。で、肩も同じ幅で同じようなコンセプトでできています。が、皆さんはこうおっしゃいますね。足が違うじゃないか。足の太さが違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんね。ちょっと待ちくださいよ。同じ輪郭で実はこんな像が見つかっているのです。すなわち、下半身だけの土偶です。これはまさしく歩行補助装置ですね。地上を降りてきたエイリアンたちは地球の重力には勝てませんでした。ですからこうした歩行補助装置をつけていました。と考えると納得できるわけですね。じゃあ日本の方はどうなんだってことになりますね。実は、まあ、その地の力はほど遠くない、甲府盆地の中で同じような土偶が見つかっています。これはまさしく歩行補助装置ですね。こういうふうに考えますと、この両者は一致するということになります。そこでもう一度世界地図を見てください。日本がここにあります。日本に、まあ、この仮面の像があります。そして、これがあの像ですね。まあ今紹介した像です。そして右の方がパナマです。シュメールの像です。シュメールですね。あ、バビロニアですね。バビロニア、バビロニアからインダスと続くわけです。となると、どちらからどちらへ文化が伝わっていったことをもう少し皆さん考えてください。ヨーロッパから日本へ来て、前足伝わったのか、それとも日本からヨーロッパ行き、そして一方で前足伝わったのかということになりますね。ということを考えて、もう一度皆さん考えてください。なあち私は言うには、縄文こそが世界の文明の中心地であったというのは、一つのこれも根拠になると思います。私こそがその証拠だとこの亀の女王が言っているように私は思います。いかがですか ?Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! で、結論ということになりますが、中央が稲盆地です。女神イナンナが生まれ育った稲盆地です。そして右上が地の市。この小東というところで、縄文のヴィーナスと仮面の女神が発掘されています。私は稲盆地イコール稲ンナと考えることについては抵抗がありましたけども、金印の中に稲国王と書いてあるのを知ったときに、偶然ではないというふうに確信するようになりました。そして日本人の多くはですね、文明、文化というのは中国大陸からやってきたと考えていますけども、逆ではないのでしょうか。日本で育った女神、イナンナ、そのことを知りますと、日本から逆に大陸へと文明、文化が伝わっていったのではないでしょうか。その証拠に、漢、イナ、国王という金印が残っているのです。イナというのはもちろん当て字です。イナンナのイナなんですね。ですから、この金印をですね、素直に読めば、文字通り読めば、漢へ、イナ、国王よりということになるわけです。まあ、この先は、あくまでもなってますか、ペンディングということにしていきますけども、おいおい、その証拠を集めてみたいと思いますけども、こんな興味ある事実もあります。下が、滋賀島です。金印の発見された滋賀島です。上が、卑弥呼の財宝が隠されていた沖ノ島です。その線をつなぎますと、まっすぐと、吉野ヶ里遺跡へと向かいます。これも偶然なんでしょうか。何かしら、その間には、また別の関係があるように私は感じます。ということで、金印についての謎を考えてみましたが、いかがでしょうか。日本には何もなかったという大前提でものを考えるのは私はおかしいと思います。縄文文明がそれを証明しています。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!